明けましておめでとうございます。元旦ですね。こんな元旦いろんないいテレビがやってるにもかかわらず、もしこれをリアルタイムで見ていたらですね、あなたは相当な重症患者だと思いますけども、そんなわけで今年もですね YSP 岡本戸塚チャンネル、そしてウォーターサイクルファンタジーをよろしくお願いいたします。より去年の末の動画による、まあそれはどれとは言いませんけど、影響によりですね、より濃い方向へと我々はですね舵を切ってですね、皆さんをですね深淵の淵まで、深淵の淵っておかしいですね、深淵までですね誘ってですね覗き込むものをよりディープな世界へと引きずり込んでいこうかなというですね、よくあの海岸とかである怪談話みたいに手が無限に出てて人が溺れる感じにですね、美しくクリエイトしていこうかなというふうに今年の抱負として、踏まえているところでございます。さあそんなわけでですね、 YS パンダラジオ早速なんですけども、いろんなですねテーマがありますね。今回まず、皆さんお忘れになってしまってはいけないんですけども、これ MT 祭りの前夜祭でございます。で8日の日の、金曜日ですねが MT 祭りですね。なので皆さん、あの新年でねお正月ムードで、もしかしたら間違えてねこたつの中で持ち食いながらこれ見てるかもしれないんですけど、忙しいんですよ皆さんは、ということで特に MT オーナーの方、 MT が欲しい方、 MT に乗っていた方、 MT とはさほど無縁な方、 MT って何っていう方、皆さんですねやることいっぱいありますんで、ぜひ、この動画今見てもらってるこの動画のコメントにMT に対する思い、MT との思い出、MT とこんなことしたいな、僕将来 MT 乗りたいんです、その思いをですね、書き込んでいただければ、それがすべて MT 祭りのですね、神を召喚するためのですね、まあ新年から何言ってんだって話になりますけど、召喚するためのですね、まあ布石となってですね、それがお供え物となってですね、こう岩山の中に隠れし神がですね、ゴゴゴゴゴッとですね、こう岩をどけてですね、太陽として皆さんのところにさんさんと降り注ぐと、そういう予定となっております。なのでですね、皆さんぜひこの動画にコメントバンバン書き込んでください。 MT オーナーの君たち、さあ MT に思いを寄せる君たちはですね、別に MT って何でもいいんですからね、ぜひここでですね実力を見せてくださいということで、ぜひコメントたくさんお待ちしております。もう来週だからね MT 祭り、はい。そしてですね、MT の写真動画ある方はですね、ぜひ投稿していただければ、ある方はっていうか今から取り引きは間に合うんで、ぜひですね、あの今年のね、いろいろ初詣の代わりにそういうことをですね、もっと身近な神を祀った方がいいってことですよ。あんなね、猛烈な人が集まって、まあ、こんなこと言ったらね、新年早々ね、あのいろいろ語弊を生むかもしれないし、逆にそういう仕事してる人たちに怒られちゃうかもしれませんけども、あんな無限に人が来るところでね、そんなことがしてる暇があったらですね、もっと身近にいる神を祀りなさいっていう話なんですよね。もうほんとこの動画初めて見た人ってあんまいないと思いますけど、初めて見た人何のこっちゃって話になると思うんですけど、まあ、ということでですね、あの、特に写真とかですね、動画はですね、神が喜びますので、最後皆さんとですね、神が一体となってですね、美しい新年を迎えられるように、ぜひこの正月休みを利用してですね、ふるってご参加いただければというふうに思っております。さあ次いくよ。 SR 元年ということでですね、元年じゃねえな、 SR がかなり怪しいじゃないですか。ファイナルの噂があったりとかいろいろあると思うんですけども、あの SR というマシーンは改めて振り返るとですね、すごく特別なものだなっていうふうに思ったりはするんですね。なのでそういった意味も込めてですね、今年はすごく SR にまたしつこく力を入れていこうかなというふうに思っております。なのであの皆さん、一応ね SR500 とか、あとは昔の SR400、まだキャブの頃のね SR400 とか、いろんな SR がですね、トスカチャンネル今年は登場していきますので、ぜひぜひぜひご期待いただければと。比較してみたりとかね、あの新しいやつとね、いろんなことやっていきたいなと思ってはいるので、ぜひですねお楽しみにしていただけたらというふうに思ってます。特に SR 大好きな方、はい、あなたたちの主人公の年ですよということでですね、まあ何のこっちゃですけど、次これもまた大きい話題、横浜トスカチャンネルはですね新年早々目白押しですよ。これがどういうことかというとですね、皆さん年末年始いろいろな企画とかイベントがあると思います。こたつに入ったり雑煮食ったりですね、あの初日の出とか言って寝坊していかなかったりとか、いろんな忙しいと思うんですけど、あの我々がですね年末年始もですねガツンガツンに活動してですね、新年早々皆さんをですね、さっきも言いましたけど、あの深い闇の中へ誘う準備をしているということですよ。はい、ということで、その代表格ともいえるノスタルジックツーリングのですね、まあ、11月の5日ですねに公開が決定しております。編集が間に合えばということで、非常に神聖な動画になっておりますので、編集に凝り出してもしかしたら
5日に公開できない可能性もあります。そういう時はまあツイッター等でですねちょっと遅れてますっていう感じで飛ばさせていただきますけど、一応手としてはですね5日に公開するつもりで作っております。シーズン2になって一番最初のノスタルジックツーリングになってますので、まあ見応えのあるものになるんじゃないかというふうに思います。だらだら見ている正月番組の延長線上で見ないでください。もう正座してそれのみにしかもう一人で誰かがこう邪魔しに来る環境もないところで、スマホの電源を切ってですね、まあスマホで見てたらそれはそれでいいんですけど、ぜひですねノスタルジックツーリングの、新春一発目、ナンバー11ですねをお楽しみにしていただければ素晴らしいんじゃないかなと。これはでもねもう本当多くは話せないんですけど、もうなんともあれですよ、もう壮大なスケールで皆さんのもとにですねノスタルジックツーリングがですね新年早々降り立つということになっております。非常にですね今までのものと比べてもですね取れ高の高い素晴らしい作品、まあ、簡単に言うと気合がめちゃめちゃ入ってるんですけどになっておりますので、ぜひですねその辺はですねお楽しみにしていただきたいです。これはもうかなりノスタルジックな世界にですね行っちゃいますから、そんな1月5日からそんな悪い葉っぱを口に含んで大丈夫かって気はしますけども、ぜひ皆さんはですねこの世界観でですね、新年のですねみそぎをしていただければと、何のこっちゃですけどね思います。さあ続いての、コンテンツなんですけども、今年はですね最終的には、皆さんこれご存知か分かんないですけど、今 VR っていうのがですねだんだん話題になりつつあるんですよ。はい、VR って分かりますよね。はい、まず VR が分からない方のためにですねちょっとご説明させていただくんですけど、こういうですねマヌケな水中メガネみたいな電子機器を頭にはめて、電磁波を頭にビンビンに浴びながら仮想世界にですね飛び込んでいってですね、そして皆さんがですね小躍りしてる様をですねお母さんが見つけて「大丈夫この子」っていう、そういうのが今流行ってるんですよ。もしかしたらまだご存知ないかもしれないんですけど、で我々もですねもちろんその世界ある意味究極のノスタルジックツーリングを作ることもできるかもしれないので、まあそういった意味ではですねその世界にまずは第一歩踏み入れていこうということで、バーチャル YSP 横浜戸塚というのをですね制作することが決定いたしました。これは皆さんねまあまだちょっとピンとこない話かもしれないんですけど、仮想空間の中に我々がですねYSP 横浜戸塚を今建立しようとしてるっていうことですね。わかりますか？建立しようとしてるんです。作ろうとしてるんではなくて建立しようとしてる。この言葉をチョイスするっていうことはですね非常に神聖なものを作ろうとしているよと。建立って別にその辺の住宅に使う言葉じゃないですからね、お分かりだと思いますけど、仏閣ですよね。神社仏閣を作るときに建立していくっていうふうになるんですけども、五重の塔を建立するみたいなね。そんなわけでですね 私たちもですね YSP 横浜戸塚をバーチャルでですね建立していったりですとか、もしくはですねもしかしたらそれがある程度軌道に乗ってノウハウを手に入れることができたらですね廃村を建立するかもしれない、いろんなものを作っていく、まあ、バーチャルの世界ですからやりたい放題ですから、そういうわけでですね皆さんをさらに不思議な世界へ誘うこともできるかもしれないというふうに思っております。まあその第一歩として、まあ、これは時間かかるプロジェクトだとは思いますけどもやっていきたいなと。でそれはですねその様子はちゃんと別にマヌケなゴーグルはめてお母さんに何してんのこの子ってお盆ガシャンされなくてもですね、我々がですね YouTube 上に見れるような形でまず皆さんにご提供してこんな感じですよと、そして実際にね水中メガネを買えばここに入っていくことができますよっていう風にですねやっていきたいと思います。そしてその世界ではですね我々は実はもう一歩先にですねどんなものなのかその世界がっていうのをですね確認するために、実はバーチャルマーケットっていうのがあって、イベントをやっておりました。まだ多分この動画の公開時点ではやってると思いますけども、そういうのをはめて、まあ中に入っていくわけですよ。でいろんな商品が売ってたりとかっていう仮想世界のお祭りがあるんですね。でそこを、縦横無尽に駆け抜けて画面によって気持ち悪くなって一回ゴーグル外すわっていうか、まあそこの世界から出て、そしてちょっとその辺歩いてくるわっつって歩いて余計正しい動きを見て余計気持ち悪くなったりしてですね、2度も3度も吐きそうになりながらですね楽しんできたっていう、もう皆さんにご案内するためにですね下準備は済んでおりますので、それをですね、まあ、非常に楽しい形にアレンジして、まあ、今年はお届けできたらそれも一つのコンテンツなのかなというふうに思っております。なのでそれはですねなんか始めたんだ ISP っていう感じで待ってていただければですね次々とまた我々がですね縦横無尽にわけわかんないことをしていきますんで、お楽しみにしていただけたらいいのかなというふうに思っております。まあちなみにその世界の中にはですね、まあ皆さんもうなんとなくお気づきかと思いますけども、トツカちゃんがうろうろしてたりするわけですよね。すごいことですよそれは。なので非常にですねワクワクするようなコンテンツの一つになってると思いますんで、お楽しみにしていただけてるどうかなと思っております。さあ次、もう一個今年やりたいことは、去年、皆さんにチェストプロテクタープレゼントにご応募いただいて、でチェストプロテクターをお配りしたと思うんですけど、その時に
あの半数の方、100個配ったうちの50個をですね、あの実際にイベントとして配りました。で、今年またですね、その別にプレゼントでという話ではなくて、まあ、緩い企画をやりたいな、イベントをですね、というふうに考えております。世の中の状況をもちろん見て考えようと思ってますんで、こういう感染リスクみたいなものが、ちょっと落ち着いてたらね、落ち着いてたら、もちろん場所も考えて対策も考えた上で、皆さんとの交流イベントというのをですね、またやれたらなというふうに思っておりますので、ぜひそういったところもですね、ご興味があったらですね、戸塚チャンネルをご覧になってていただければですね、また告知はどんどんやっていきたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。一旦休憩。さあ、そんなわけでですね、まあ今年 YSP 横浜戸塚チャンネル、そしてモーターサイクルファンタジーがもうやっていきたいことという形でですね、今ちょっとお話しさせていただいたんですけど、まあ今年のね、ところで、まあ分かってる中で、例えば噂のところでは SR ですよね。これは噂ですから、リリースになってないんで、実際どうだかは分からないですけども、まあ噂のところではまず SR400 の話と、あとファイナルエディションが出るかもっていう噂がありますよね。何も情報ないですよ。何も情報ないけれど、ネットで見るとそういう風に出てるから言ってるだけですよ。間違わないでくださいね。っていう、まあ SR が、まあ2021年内に、まあ新しいものとして、新しいものっていうか、ファイナルモデルとして出るんじゃないかっていう噂がまずあるのと、そしてもう一個はですね、もうこれはもう、まあまあほぼ確定なんじゃないのって思うんですけども、わかんないですよ。これもあくまで海外でリリースになったっていうだけですけど、まあ多分どうせね、今までのパターンからしてこの手のやつは入ってくると思うので、まあお話ししておけるのが、まあ MT-07 ですね。MT-07 がデザインが変わって出てくるのと、そして MT-09。これはまあかなり前に別動画でもお話はしてますけども、かなり期待が持てる内容になってると思います。デザインはですね、かなり大胆なものになってますんで、そこはまあもちろん賛否分かれるとは思うんですけども、ただその、バイク自体のそのスペックっていうんですか、海外で発表になったやつを見る限りだと、相当期待していいんじゃないかなと。そして、コンセプトにブレがなさそうなので、MT に関しては。ここはまあ、次回ちょうど MT 祭りだからね、少し触れてみたいなと思うんですけども、その MT のイメージって、その 初期に出たところから今のところまでほぼほぼ変わらないと思うんですね。すごく、まあ、攻撃的でっていう言い方をしたら語弊がありますけど、高性能でかつこびないオートバイっていうんですか、そしてさらにダークなイメージを持っていてっていうマシンになってると思うんですけども、そのよりそこに磨きをかけたね、これっていう感じの、まあ、発表になってるじゃないですか、海外のやつ見ると。なのでそういった意味ではヤマハの一つの、あれ実はすごい、まあ大型バイクを買う中では実はあれが一つのメイン機種、ネイキッドモデルっていうとあれがやっぱ一つのメイン機種になるんですよね。例えば XSR の900とかって派生モデルの扱いになるんですよね。一見実際は XSR の方がオーソドックスな形をしてるにもかかわらず、 MT-09 って結構デザインが大胆じゃないですか。毎度大胆な形にもかかわらず、一番真ん中の車種っていう言い方がいいかどうか分かりませんけども、一番そのベーシックなもの、例えば鈴木さんで言うとワゴン R みたいなね、そういうような一番真ん中の車種、大型のバイクではね、になってるというところもですね、実はすごい興味深いところではあるんですけど、そこをですね、ぶらさずに相変わらずきっとより凶暴になって出てくるに違いないので、そういうところはですね、皆さんワクワクするんじゃないかなと思います。そして、電子制御が入って、まあ、ちょっとこれもうね、わかった。ちょっと場所、ここちょっと時間区切らせてください。ちょっと話しますね。これ結構あれなんですけど、要は、MT-09 っていうバイク自体が、ありえない作りになってきてるんですよ。そして今度、電子制御でより安全になりましたっていうアホな歌い出しをしてるんですけど、6軸 IMU がとか言ってますけど、あれってよりオートバイをですね、過激に振っていることなんですよね。例えば、ウィリー制御しますから、思う存分ウィリーしてください。言い方おかしいですけどね。横滑り防止つけたんで、より早く曲がれますよっていうことじゃないですか、これ。で、これって、皆さん、よく聞く話だとね、2ストロークのオートバイが世の中ですごく昔速いバイクとしてありましたよって言っていて、あの時代はイカれてたなって言っていて、まあ運転の仕方もあるけどね、もちろんね、時代背景とかあるけれど、それに対して、じゃあそれを今もう現代に乗ろうとするとお金がかかるし、元気なバイクも少ないから、なかなか難しいじゃないですか。だけど、
その大人たちはみんな口を揃えてそれ言うわけですよ。ちょっとツーストだツーサイクルだって話になった途端に、あの頃はすごかった、あんなイカれたバイクはもう出ないんじゃないかって口を揃えてみんな言うわけですよ。でもそれって実は 250cc に限定した話なんですよ。これ 250cc のツーストロークのオートバイが 250cc にしては早かったねっていうだけの話だから、確かにそうかもしれないんだけれど、実際は今の方が100倍いかれてるんですよ。だって煽り運転はいけませんよ、法定速度は守りましょうっていう風にですね、みんな紳士的に行きましょう、オートバイは安全な乗り物ですって、世の中はどん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 そういう風に動いていってるでしょ、車も含めて。でそこに対してじゃあ何してんのっていう話をしたら、 R1 とか R6 見てくださいよ、どんだけスピード出ますか。昔あんなバイクなかったですからね。ただただ直線でスピードが出て、で曲がらなくてぶつかっちゃうっていうバイクがいっぱいあって、それはある意味危険だったかもしれないけれどね、今のバイクってもう極まってるんですよ。内燃機が速く走るための機能がそんな10年20年前なんかよりもはるかにやばいレベルまで、電子制御で守ってくれますよって言ったって、それを超えるところに行った時のスピードってどれだけのスピードなんですかとか、相当イカれたマシンたちがですね、当たり前みたいにしのぎを削って発売され続けているわけでしょ。それを金さえ払えば購入することができる時代です。なのにみんな仮面をかぶって、世の中ね、より安全な方へって言ってます。だからこれがじゃあ20年後とかにね、また話が変わってたとしたら、それこそ自動運転だとか転ばないバイクだジャイロでとかね、いう話にどんどんなってってたりとかした時には、多分あの時はやばかったって話に多分なると思うんですよ。今そういう風に言われて、もう分かったよツーサイクルの話はとかね、もういいよいいよ、早かったんだろう、分かった分かった、でも俺たちはそれ味わえないじゃないかってもし思ってたら、いやとんでもないんですよね、とんでもない。多分今もし SS に乗ってる皆さんがいたら、そういう話をするんじゃないかと思います。いやあの頃の SS って本当にやばかったんだよっつって、こんだけスピードが出て、ね、それを皆さんが、まあ、頑張ってローンを組めば買える価格帯に存在してるわけですよ。言い方おかしいですけど。なので、まあ、そういった意味ではですね、まあ、実際買えるかどうかは別として、かなりやばいものがですね、普通に一般的に販売されていて、金さえ払えば入手できる、それもですね、家族で乗る車を諦めてそれを買えば買えるぐらいの価格帯に存在している、そんな時代に皆さんは生きています。なのでこれはですね、非常にすごいことなんですよっていいことかどうかは別としてね、行かれた話なんですよ、そんなものは世の中にはほとんどないんですよってことですよ。どん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 物っていうのは安全な方に安全な方にどん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 作っていってますから、それに対してそんなね、行かれたものがねっていうのは珍しいことなんですよっていうのを、新年早々何の話してんだってなっちゃいますけど、っていう MT-09 がよりより牙を尖らしてですね、もうちょっと触れただけでですね、血だらけになるようなマシンとしてですね、また発売になると。そしてデザインは確かにアグレッシブかもしれない、でも中身もですね、もっともっと今までのものよりもですね、皆さんの脳みそを狂わすような、理性を試されるような、理性を試されるんですよ、なんかおかしくないですか話として、っていうような形でデビューしますんで、お楽しみにってことですよ。そして今ちょっとすごく尺取っちゃいましたけど、トレーサー9か、トレーサー9名前変わっていくんですよね。トレーサー9もどうせそのエンジンとフレームを使って、どうせツーラーだから快適ですよとかいう、クルーズコントロールつけましたよとかっていう、ごまかしの衣を着たとんでもねえ魔物がですね、皆さんのところにね、そんなに遠くないうちにですね、きっとリリースされると思います。海外でも発表になってるからね、それも含めてですね、ぜひですね、それをいいですか、言っときますけど、安全運転に使ってくださいってことなんですよ、私が言いたいのはね。決してその牙をですね、刀を鞘から抜くんじゃないってことですよ。その刀は妖刀でとんでもねえ力を持ってるから、刀を収めながらも、僕はこんな素晴らしい刀を腰に刺してるよと、まだこのご時世に刀狩りが起きていない、刀を腰に刺して歩くことができる時代にあなたたちは生きてらっしゃるわけですよ。そしてその刀を腰にぶら下げることが可能なわけですから、まあそういった意味ではですね、ヤマハのイカレ加減にもですね、まあ期待したいなというふうに、2021年度ですね、期待したいなというふうに思いながらですね、まあこの動画を締めさせていただければというふうに思っております。さあそしてですね、そう思い出したの、あ、ファンタジーは今年は何があるの、コンテンツとしては。トライデント、トライアンフ、トライアンフのトライデント、アプリリアの RS660、アプリリアの RS660、はい、CRF250 新しい、これ話題のやつだ、 CRF の250などか。ファンタジーはもうね、あと旧車も始めるんでしょ、ファンタジーで。来ますよ、 CB400F、 GT38 はいはいはい、という感じでですね、皆さんより
ファンタジーの方はファンタジーの方でですね、ファンタジー色を強めていくという感じみたいです。話題のモデルがですね、次々と皆さんの箸を休める間もなくですね、ワンコそばのようにバシ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 投げ込まれていきますんで、皆さんぜひファンタジーの方にもですね、ご注目していただいて、そしてヤマハ、戸塚チャンネルはですね、負けず劣らずですね、私が無駄に喋りますよ。そしてですね、そんな最新モデルたちの動画に負けないようにですね、盛り上げていきたいと思いますんで、ぜひ今年もですね、皆さん、YSP 横浜戸塚チャンネル、モーターサイクルファンタジー合わせてですね、可愛がっていただけたら嬉しいなというふうに思っております。さあ新年早々ですね、お腹いっぱいになるようなね、カレーもハンバーグも出てくるよっていう話を散々させてもらって、まあ皆さん胃もたれしたところでですね、本日はお別れという形になっています。皆さん遅れずについてきてくださいね。さよなら。